開発中のインスタント茶インスタント茶とは茶の抽出液を乾燥させて粉末状に加工したインスタント食品である。湯を注ぐだけでお茶が完成する。本項目では主に日本茶について解説している。お湯を注ぐだけで入れたての茶が飲めるため、主にオフィス内の自動吸着器や外食チェーン店で使用されている。年現在の年間生産量は 約2000トンとされ、茶全体の約5%を占めている。茶葉の廃棄物が出ないため、リーフパック式に代わって普及している。1899年アメリカの日本人科学者の加藤悟り博士がインスタント茶を研究中にインスタントコーヒーが作られたという記録がある。真空フリーズドライ手法の確立 1918年玉露園の創業者藤田場さんが粉末の昆布茶を発売。これは粉末茶の息を出なかった。1952年長屋園のお茶漬けのり発売。抹茶塩のインスタント化。1961年インスタント茶の製品化。1963年インスタント茶の専用工場ができる。1986年普及が始まる。 インスタント茶の製法には、スプレードライとフリーズドライの2種類があるが、大量生産に有利なスプレードライ法が主流になっている。高温の乾燥灯の中に、高温の茶液を噴霧して素早く乾燥させる方法で、使われる装置は、一般的に気流乾燥装置と呼ばれる。製品は微粉状となる。冷たい水にも溶けやすいという利点があり、量産性が高いが、 製造時の熱によって、香味を、やや損ないやすい。ただし、香味の損耗については、製造工程の改善もあり極端なものではない。噴霧乾燥を参照。フリーズドライは、真空凍結乾燥技術のことで、あらかじめ加熱や味付け等の処理をした、もしくは水分を含んだ食品や食品原料を引く、摂氏30度程度で急速に凍結し、さらに減圧して、 真空状態で水分を消化させて乾燥したもの。製造に手間がかかるためやや量産性に劣る。このため、スプレードライ法の製品より価格は高めである。フリーズドライを参照。フリーズドライによるメリット茶は茶葉、部位、香り、味、産地で分類されているが、インスタント茶は明確に製法が明確に違う。抹茶、曳茶を粉末にしたもの。 粉末茶、煎茶を粉末にしたもの。粉茶、製造工程中に出る出物。パウダーではなく粉々の茶葉。1、緑茶等の消費実態について、農林水産省。2005、茶系飲料の需要増加と緑茶の生産、流通システムへの影響。農林水産省。 2008http コロンスラッシュスラッシュ www.maf.go.jp スラッシュ j スラッシュ heya スラッシュ h, h m o n pdfh1702 pdf1 緑茶等の消費実態について農林水産省 2005ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.maf.go.jp スラッシュ j スラッシュ heya スラッシュ h m o n a d a pdf h1702 pdf 茶系飲料の需要増加と緑茶の生産流通システムへの影響農林水産省2008ありがとうございます